はい、皆さんこんにちは。こちらはドコモで9月の頭にですね、回線とともに購入した iPhone 8なんですけどね。でこちらもうね100日以上ね購入から過ぎてますんで、SIM ロックがね解除可能ということで、今日はですねインターネットで手続きして au 系ソフトバンク系の格安 SIM を入れてみたいと思っております。はい、それではですね、まずはビフォーの確認ですよね。ロックされた状態ですけども、で、まあこれ格安 SIM でもドコモ系のものであればですね、例えばこれはね、IIJMIO の、まあ、ドコモ回線のやつなんですけども、まあ、これはね、構成プロファイルをこのように、まあ、インストールすればですね、まあ、特にね、問題なくね、SIM ロックを解除しなくてもね、使えるようになってるんですよね。で、これ今、IIJMIO のドコモ回線の方をですね、これ挿入して、で少し待ってるとですね、まあ、このようにドコモ 4G っていうのがね出るわけですよね。だからまあもともとね特にね、SIM ロック解除しなくてもドコモ系の格安 SIM は使えるわけですね。じゃあソフトバンクはどうかっていうと、これはね LINE モバイル S というねソフトバンク回線を使った LINE モバイルですけどね、まあ、同じように構成プロファイルをインストールしていますけどもね、それでこちら今差し替えてね様子を見てみると、こんな感じでねアクティベーションが必要ですっていうのがね出てくるんですよね。でその先進んでいくとどうなるかというと、こんな感じでねタッチ ID でまず入っていけと、でアップデートが完了っていうので、でこの先続けるを押すとですね、このアクティベートに数分かかることがありますと出るんですよね。でしばらく待っているとこんな感じにね、残念ながらね、SIM が無効って出ちゃってですね、やはりね、これ、まあ、ドコモの回線の SIM しか使えないというね、ことがね、確認できます。はい、それではここからは具体的に SIM ロック解除していきますけども、まずね、事前にバックアップを取っておく必要があるようですね。で、まあこれね、次に入れる SIM が手元にある場合はね、いらない作業のようですが、まあ、一応ね、このSIM カードを用意してない場合はですね、まあ、iTunes を使って、まあ、消去復元とアクティベーションを行うようですね。で、マイドコモで手続きをね進めていきます。マイドコモと言いますと、まあ、この iPhone アプリなんかがねありますよね。まあ、ここから入っていく方法と、あとはサファリでね、まあ、このドコモのホームページから入っていく方法が、まあ、2種類あるのかなと思うんですが、まずはこのドコモのね、マイドコモアプリからね、入ってみましょうかね。で、これね、下の方を見ると、その他のお手続きはここからっていうね、項目があるんで、これをね、読み込んでみました。で、下の方に行ってですね、その他というね、欄にですね、SIM ロック解除っていうのがあるはずなんですけど、どうでしょうか。ところがね、その他にね、行ってもね、ないんですよね、項目が。どうもね、アプリでは出てこないみたいですね。まあ、それで iPhone でも、サファリの方からですね、契約内容手続きというところの下の方に、まあ、その他っていうのがね、あるはずなんでね。まあ、これでもね、もう一回確認してみますけども、だいぶね、下の方なんですよね。で、その他あったんですけどね、残念ながらね、ここにもね、SIM ロック解除って項目が出てこないんですよね。でどうもねおかしいなと思って、あそうだと思ってですね、これこの長押ししてですねデスクトップ用サイトを表示っていうね、のに切り替えたんですよね。そしたらねこのようにその他の欄にですね1項目増えて SIM ロック解除っていうのがね出てきたんでね、これなんかちょっとねずるいっていうかね、まあ、ここにねアクセスしないようにねするような意図がねちょっと感じられるっていうことでね、まあ、これ iPad とかパソコン版の場合にはですね、このように契約内容手続きのところから下の方に行くとですね、まあ、出てきますんでね、まあ、こっちのがねシンプルにやりやすいかもしれないですよね。はい、それではね IMEI、まあ、製造番号などのね入力をしていきます。で先ほどの SIM ロック解除というねメニューから進んでお手続きをするって押すとですね、まあ、こんなページが出てくるわけですね。で、まあ、このページにですね、IMEI、製造番号を入れてですね、
まあ、その他これね同意なんかをねするわけですが、まあ、これねその番号はねどこにあるかっていうと、一つはねこの箱の裏側にね記載があります。でもう一つは、ね、設定の一般の情報ってとこからですね、まあ、確認することもできるんですが、とりあえずここからコピーしてね貼り付けてみようかなと思ってね、で入れてみましてですね、であとはねこの受付確認メールの送信先のね、まあ、メールアドレスなどを入力して次へをね押したんですけどもね、ところがねこんな感じでね現在の契約内容でお手続きできませんって出ちゃってですね、あれーって思ったんですけど、もしやって思いましてね、コピペをね疑ったんですよね。そしたらねスペースが入っちゃっててねダメみたいだったんですよね。このようにねコピペするとねうっすらですが、これ間が空いちゃってね下2桁がね入らないんですよね。それでね入れ直したんですね、手打ちで。で手打ちで入れ直して次へを押すとですね、まあ、その先確認画面をね、経てですね手続きを完了するというのを押すと、まあ、このようにね、お手続きが完了しましたというね非常にね簡単なね、作業なんですよね。で端末側の方もこれね、まあ、やることといえばですね、まあ、これ Apple のホームページを見るとね、まあ、2つにね、ケースが分かれていますね、まあ、先ほど冒頭でねご説明した通り、SIM カード持っている場合はねもうこれ入れ替えるだけでねいいんですけども、あとはね持ってない場合は iTunes を使う必要があるようですね。で、UQ モバイルをねまず入れてみます。で、まあ、UQ モバイルのホームページから構成プロファイルをねインストールしましてですね、でこれが終わったところですけども、それでね SIM カードの方をね入れ替えてみたいと思います。でこれ UQ ですからね、まあ、au 系の、まあね、SIM ということでですね、まあ、そうするとねアクティベーションが必要ですと出るんでね、了解を押すとですね、まあ、この先ホームボタンを押せって出てきたんでね、そして続けるを押すとですね、まあ、これ数分かかると言われていましたが、まあ、そんなたくさんの、ね、時間はかからずにですね、まあ、このようにね、まあ、これなんかね Apple ID の、まあ、サインをねしないといけないみたいで今、パスコード入れてですね、進んでいったわけですけどもね、まあ、それでさらに次へを押すとこのようにね、まあ、普通に使えるようになったということでですね、で回線の方をねチェックしてみるとねこれ au ってね出ていますよね。でこれ Wi-Fi オフにすると 4G っていうのも出てまして、でホームページチェックするとこのようにですね、まあ、問題なく読み込めました。で一応ねスピードテストも行いましたけども、まあ、これがですね、まずはダウンロードの方ですね、まあ、朝のね8時ぐらいですからね、まあ、そんなに混んでないのかなって感じですけども、ダウンロードなんと100を超えていましたね。やっぱり UQ 早いですよね。それでねその後アップロードに入ったんですが、なんかアップロードはねちょっと遅いですね。これなかなか10を超えてこないっていうねことでね、最終的には 9.33 とかでしたよね。でお次 LINE モバイル S というのをね入れてみたいと思います。まあ、これソフトバンク回線を使った LINE モバイルなんですけど、まあ、このようにですね、一旦さっき入れていた UQ モバイルのプロファイルを削除しまして、で SIM の方をね一旦出して、で LINE モバイルの構成プロファイルをねこうやって、まあね、インストールしましたけども、でこれでね、このソフトバンクと書いてある LINE モバイル S のねこのカードをね入れるわけですね。はい、でこれをね入れるとまたしばらくね待っているとですね、これもアクティベーションはねもう終わってるんで、ただ待つだけでですねこのようにですねソフトバンクというね回線が出ました。で Wi-Fi の方をオフにすると、はい 4G ってね出ていますよね。なのでねさっきと同じく Apple のねホームページをちょっとね読み込みましたが問題なしでしたね。でこちらスピードテストもねこれサーバー一応同じにしてやってみましたけどもね、まあこれほぼ同じ時間帯でございますね、8時ぐらい。でこれが、こちらねダウンロードが、69、70超えたぐらいですよね。で最終的な計測値はこちら 75.4 でしたね。でアップロードの方はですね UQ よりも早くてですね、これが20いくつと
ね感じ で最終的に計測値としてはね 22.2 って感じでね、なんかアップはね UQ より LINE モバイル S の方が早かったですね。でもちろんねドコモもね継続して使えます。一応お見せしておきましょうかね。でこちら、ドコモの、まあ、この端末をね、購入した時の SIM ですけどもね、まあ、これはねプロファイルをね何も入れない状態にして、入れるわけですけども、でこれ入れるとですね、しばらく待っているとこのようにですねドコモっていうのがね出まして、でこれね Wi-Fi オフにすると 4G もね出ていまして、でこれね Apple のホームページの方も問題なく読み込みが可能でしたよね。これ Mac の方もやってみましたけどね。はい、ということでね今日はこちらドコモで買った iPhone の SIM ロックを解除してですね UQ モバイルと LINE モバイル S をね入れてみましたね。まあこれね問題なくね使えたということでね、まあこれねあの格安 SIM もいいですけど、海外なんかでね、まあ、現地の SIM を入れるときにはねこの SIM ロック解除の手続きをしておく必要がありますよね。でまあ、私のようにですね新機種にもともとのねドコモのカードを入れて、まあ、この8の方はねこれ格安を入れる運用なんていうのもいいのではないでしょうか。で、こちらですね最後まとめです。まあ、ドコモのね2015年5月以降購入の iPhone はですね、まあ、契約中であっても購入後100日過ぎればですね SIM ロック解除が可能になってます。で、まあ、解約しているものについてはねこれ解約してすぐにねロック解除して、まあ、売るってことができないようになってるんでね、まあ、これはまあ注意してください。で、まあ、回線の解約についてもね契約内容タイミングによってですね、まあ、このお金がかかる場合もあるんでね、まあ、これもね要注意ということで、私は回線の契約はキープした状態でやっております。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。